はい、通信利権をご覧の皆様、そして興味のある方ね、これから携帯電話の料金がどんどん安くなって、さらに注目されていくと思います。もともと安い格安 SIM ってものを関わっていた私たちは、もっと安くなることを期待しながらね、市場がどんどん活性化されていって、そしてですね、いろんな競争が起きてきて、さらにいいサービスが提供できることを楽しみにできるんではないかなと思います。さあ、私のね、例の携帯利権なんですけども、今ね、2ヶ月を超えて、そうですね、7月の8日からですから、3ヶ月目になろうかとしてます。10月の8日で、私も3ヶ月、まあ正確にはね、15日ぐらいですから、まだ2ヶ月半というところですね。初めて70日ぐらいしか経っていないんですけども、私の組織図っていうのは、1200人になってます。1200人ですよ。なんか私ね、5年かけて1000人の、この組織を作ったことあります、ネットワークビジネスでね。でもそれ5年ですよ。5年かけて1000人と2ヶ月でね1200人、この速度は何なんだって感じですよね。もう多くの方の注目を感じざるを得ないんですけども、これね、今ね、紹介がなかなかうまくいかない方、ちょっと考え方を切り替えてみて、本当にね、惜しいと思うんですよ。惜しい、例えて言えば、なんかこう金鉱山をこうやってね掘っていて出ないからっていうんで諦めて帰っちゃうとするじゃないですか。あ、もうダメかなと思って。でもその10センチ先に金脈があるっていう、そんなね感じだと思うんですよ。で、私が全然やっても結果出ないんだったら、それはね、皆さんが気持ちが落ちるのも分かるんですけども、私もね、同じスタートラインから始めて1200人になってるわけですよ、で私一人が1200人開業したわけじゃないですよ。私が紹介した方っていうのは、直接紹介した方っていうのはせいぜいね30人ぐらいですよ。で、30人ぐらいね、その30人ぐらいしか紹介してないのに、そっからその30人の方がブワーッとね広めてるんですよ。で、広めてるってことは広まりやすい、要するに多くの方が欲しかった情報であり、欲しかったビジネスなわけなんですよ。これが欲しかった利権なんですよ。ですんでね、まだなかなか紹介うまくいかないよとか、そもそも紹介するのが怖くてできないよって方、怖いどころか、これ紹介しないのは多分罪だと思いますよ。そのぐらい思いますよ、私は。だって料金安くなる、もうぐっと安くなって、その後ずっと助かるわけですから。で、私が肝心なのはね、安くなる携帯の話を聞いて、携帯電話に意識を持って、だからこそ菅総理が携帯電話安くしますよって言った情報が、あ、本当なんだって胸に刺さるわけですよ。でも格安SIMに意識を向けなかったり、携帯電話の料金気にしてない方が、菅総理が携帯電話の料金を安くしますよって、そんなに期待しますかね。どうせダメだろみたいなこと思っちゃうと思うんですよ。この心理的な差が大きいですね。私は携帯の料金がどんどん安くなって、例えばね、基本料金980円みたいな時代が来ると思うんですよ。全ての端末、あとはギガ数に応じて3000円払う人もいれば5000円払う人もいるみたいな感じになると思いますし、プラスアルファでこの携帯電話のね、代理店っていうのは、ソフトバンクとか au とかドコモ、楽天だけじゃなくって、我々個人でも取れるんだっていう、その個人の時代が来ることがね、やっぱりこの世界にも来たかっていうふうに実感できると思うんですよ。で、私は、ある一定のビジネスの結果とセンスがあると思いますけども、その私の目から見るとね、この通信利権、今参加して今動いていかないと、もう二度とチャンスは来なくって、例えば5年後10年後に、あ、携帯のバブルの時代あったなと、知ってたんだよと、そこに関わってもいたんだよ、でも結果は落ちてこなかった、何なんだっていう感じで、人生を後悔とともに振り返る時が来るんではないかなと思いますよね。ちょっと後悔してほしくないなと思いますんでね、まあでもね、やるかやんないか、私の言葉をどう捉えるかはあなた次第でございますね。私は背中を見せ続けるだけです。では、いってらっしゃい。